皆さんこんにちは、先日アップしたダウンウィンド動画なんですが、結構いろんな方からダウンウィンドの解説動画だったり、どうやったら、ダウンウィンドをうまくできるのかっていう質問をいただいていたので、簡単な解説動画の方を作りたいと思います。でダウンウィンドで一番大切なのはもう本当にうねりに合わせて漕いでできるだけたくさん漕ごうとするのではなく、乗ったらより長く一つのうねりに乗って自分の出力ではなくうねりのエネルギーを使って進むっていうところなんですけど、一つ言えるのが、基本ダウンウィンドするとき、特にレースボードとかだともうニュートラルのスタンディングエリアを僕はハンドルよりも少し後ろにしています。なのでそうするとそこからステップバックしなくてもレールコントロールしてボードを左右に振れるので、特にフライプロはピンテールになっているのでハンドルのちょっと後ろで左右にうまくずらすことによってボードを左右に振れるような感じになっているので、もう最初からスタンディングエリアはハンドルよりもちょっと後ろ、今ちょっと下がったのが分かると思うんですけど、になってます。でこんな感じでうねりに乗せて、ダウンウィンドをサップでするときに重要なのは、自分の目の前のうねりだけではなく、前を見て90度右45度左45度90度ぐらいの範囲を常に見ることで、そうすると右左から来てるうねりにうまく合わせれるので、 OC1 とかだとラダーがついてるので、その横の幅が90度ではなくだいたい110度とか乗ったら左右に振れるので視野を広くするんですけど、サップの場合は特にラダーがついてない14フィートとかだと振り幅があるので、90度ぐらいの範囲を見ながら漕ぎます。で今乗っていて次のうねりを探してるんですけど、今、うねりから降りて、でこのまま、またうねりに乗せるんですけど、鍵は常にボードのノーズを下げること、乗った時に下がって置いてかれてる時に上がるのではなく、常に下り坂を漕げるように下れるうねりを探します。で僕がいつも言うのは、このダークスポット、後ろからうねりを見て黒くなっている部分、暗くなっている部分を探しています。でこれを探すことによってだいたい暗くなっている理由っていうのは、そこが掘れてて後ろからうねりが来てるんで、ダウンやってる時っていうのは後ろは全く見ないんですけど、この掘れ目を常に探しています。で乗った時も、自分の目の前だけではなくて、結構僕は5メートル10メートルぐらい前の海面を見るんですけど、この瞬間だとちょうどここの海面が掘れてきているのが分かります。でこのうねりには届かないんですけど、掘れてるところの後ろっていうのはまた再び大きな波が来るケースが多いので、ここを見て、多分これ右のそうですね、この辺を狙って漕ぐと思います。そうするとまた掘れてきて、で右にここのうねりに乗せてるんですけど、僕が見ているのはここが掘れてこっち方向にうねりが走っているっていうことは、このうねりもそれについてきてこっち方向に走っていくので、今左を漕いで左レールを入れて右にボードを調整してます。でまたまっすぐ行き走って、でノーズが刺さらないように浮かして、で次は見ていると分かるんですけど、ここが掘れてるじゃないですか。でここが掘れてるんで、これについていくうねりも大きくなるので、今方向転換して右レール入れながら右漕いで、左のうねり、このうねりに合わせてさっき掘れていたところに向けて走ります。そうするとこううねりがまた掘れてくるんで、でこのタイミングで左には走ってるんですけど、自分自身この右のこっちはもう掘れているうねりが見えないんですけど、この右だいたい右45度ぐらいのところにまた大きく掘れている場所があるので、だいたいこの裏ここのうねりがここ掘れてくるんで、左には走ってるんですけど右にまた再びボードをステップバックして振ってここに合わせます。そうするとすごいオープンなうねりに乗ってオープンなこうサーフェスを走れるので、すごい加速することができます。で今ノーズ掘れてて、今このうねりがこっち方向に行ってるのが分かると思うんですけど、おそらく今乗っているうねりのスピードを使いながらこの右にここから振ると思います。そうで右に振ってまっすぐで、今このうねりが行ったの見えたと思うんですけど、このうねりが行ったの見えたと思うんですけど、このうねりには追いつかないし今がんこぎしても意味がないので、ここで待ってこのうねりの後ろになるここが掘れてくるんですけど、これを今待っている状態です。今リラックスして待って、そうするとここを追ってここが掘れてくるので、ここに向けてこいで大きなうねりに乗ることができます。でステップバックしてノーズが刺さらないように。で今のもそうなんですけど、乗ってここ1個前のうねりが掘れてて、これには追いつかないのでがっつり漕ぐのではなくて、ステップバックしてブレーキして次のこのうねりにいいところで合わせれるように調整してる感じです。そうするとまた軽く乗ってステップバックしてで右に振る。なのでダウンウィンドは、予測をするっていうのがものすごく重要で、下とかを見るのではなく常に前の海面を見て、どこに合わせるか。なのでスキーのこうコブを滑るような感じに似てると思うんですけど、そんな感じで皆さんもぜひダウンウィンドをして、多分漕ぐ上で一番究極な遊びっていうのはこの沖のうねりをこう乗りながらスピードをつけることだと思うので、皆さんもぜひやってみてください。